古いやつでケチってやってるんだけどさ、残ったやつ。無理か。古いやつじゃ無理でしょうか。無理かな。燃えてるやつに足すのは大丈夫なんだよね。これダメだな。ガスを買えばよかった。これもやばいね。大丈夫か。はい。あ、ダメだな、これまた。大丈夫かな。部屋の中でこれパワーがあると怖いですよね。なんかまだできないみたいなんで、お酒飲んでみたいと思います。そのお酒はですね、何飲もうかな。これ飲んでみたいと思う。シードル？ハードシードル。まあ、シードルって言ったら、ニッカが有名ですよね。ニッカのシードルが。あれはまだ飲んでないんですよね。ニッカシードル飲んでない。今日風邪ひいてたからさ、出かけなかったんですけどね、寒暖の差がすごいですよね。もう冬というか、もう今冷えてもね、ちょっと、暖房やってますけど。もう火ないのか。なんか火ついちゃってるよ、下。ここに火足したらいけんじゃね、これ。あっち、あっちあっちあっち。こぼしちゃったよ。危ねえな、もう。これは9月27日から全国のコンビニエンスストアやスーパーなどの量販店で発売を開始。中身はね、ナチュラルでフルーティーなリンゴの香味が感じられ、甘くなく爽快にごくごく飲める味わいが特徴のリンゴを発酵させて作ったお酒です。ということです。で、パッケージね、ブランドコンセプト。表現するスタイリッシュでおしゃれな透明瓶を採用。ラベルデザインにリンゴのアイコンを配しました。どこ？ああ。リンゴのアイコンね。なるほど。おしゃれなんだ、この瓶。レトロな感じはしますけどね。昔っぽい瓶じゃないかな、これ。ターゲットはですね、前向きで新しいカルチャーや価値観を積極的に取り入れている30代女性を中心に訴求していきますと。そうだよね。女性に向いてるよね。じゃあ飲んでみますね。よいしょ。これ変なね、鏡かなんかついてる。開けてみる？ちょっとおまけ。これ飲んでからね。はい。日課のやつは全部でやってなかったっけ？あれもなんか香料足してんのかな？これはね、リンゴ果汁。発酵リンゴ果汁。酸味料、酸化防止剤。まあ、酸化防止剤はわかるんだけどね。酸味料入れちゃってんのね。香りの方はですね、日本酒でいう吟醸花っていうやつですかね。そんな感じがする。じゃあ、いただきます。
あー辛口ですね、ドライ、かなり辛口だと思いますね。甘みは全くない。これ女性いいかな、これ甘み添加しといた方がいいような感じしますけど、女性だったらアルコール分は 4.5 だよ。で、まあ、ちょっと高いのかな、女性にはほろ酔いとかだと低いでしょ。これは全然いいですね、食中酒としていけると思います。酸っぱいですね、うまい。これはご飯と一緒で大丈夫だと思います。じゃあ食べてみますね。全然ありですね、きりたんぽ、難しいね。鶏肉入ってますね、鶏肉ときのこね、しめじ入ってます、あと白菜、ごぼう入れたりするんですよね、あったりね、比内地鶏でやって、比内地鶏でやりたかったんだけど手に入らなかったね、そうは置いてないでしょ。あーこぼしちゃった、もっとクターっとさせたいね。きりたんぽがね、香ばしい、あの焼いた感じのきりたんぽなんですよね、ちょっと焦げてるね、うまいっす、お出汁も出てます。ここにですね、お餅を入れたい。きりたんぽ食べて思った、餅みたいじゃない。あ、普通。さっき言ってたね、これおまけね、こういうのついてました、アップルワールドシードルについてたの、オリジナルミラー8種見てみますね。何入ってるんですかね、入ってたのこれミラーですね、でこのこれ後ろはこれ、これに入ってるのがこれが見えたんですけど、これだとは思わなかった、さすがにこれに書いてあるんだと思う。違うんだね、紙みたいなやつ貼ってありますよ。ステンレスのミラーかな、これ傷ついたら見えなくなってくるからね。まあそんな感じで、こんな感じですね、置いとくか。なんかありますか、自信ありましたね、鳥取で。まさかの地震ですよ、ね、あそこで地震あると思った人いる？俺がそれは考えてなかったな、あんなところで。震度、しかも震度6だもんね、弱。震度5以上経験したことない方もいると思いますけど、たくさんね。震度5だとね、もう危険感じますよ。震度5以上だと身の危険を感じる。震度4までは何とも思わない、しょっちゅうあるからね、何とも思わない。俺は小さい時からずっとあったから。なんとも思わないけど、震度5以上は怖いね、ほんと。特に何もないところだと
怖いと思いますよ。めったに起こらない場所もあるじゃない。まあちょっと煽りすぎだよね、盗難会とか連動みたいなやつね。あれで何十万人も死ぬ予定なんでしょ、あれ国だと。予報ぐらい出してもいいと思うよ。だって備えあれば憂いなしなんだからね。外れたって別にいいんだよ、天気予報だって外れんだから。ねえ、怖いですよ本当に。気をつけてください。まあ1週間ぐらいはね気をつけた方がいいと思うし、まああの 3.11 の時も1ヶ月後にでかいのまたあったから、それぐらいは気をつけた方がいいかもしれないですね。もう安心した頃に来たからね、うん、あれちょうどもう家帰ってる途中だったから大したことなかった。気づかなかった。ラジオで知ったぐらい、うん、歩いてて。瀬戸大橋の方もね、なんか電車がね3本立ち往生って書いてあるね。怖いですね。他のニュースね。綿貫元衆院議長の復党、自民が認める方針。あ、郵政民営化でね、反対して除名されたっていうやつね。復党したってこの人さ、もう90近いんでしょ。もういいじゃん、そんな、どうでも。もうプライドだけなんだろうね、これね。力ないでしょ、もう実際やってないんでしょ、これ。やってんのかね。この人のちょっとプロフィール見てみようかな。どんな感じなんだろうね。よくわかんないですけどね。綿貫民捨ね、この人はね、富山県議やってたのか。ああ、今話題の2009年、国民新党落選だって。とにかく除名とかされて出てっちゃったりするわけじゃない。そうするとさ、他でやったりするけど、まあ大体ダメだよね、他でやっても。いるだけみたいな感じ。だから亀井静香さんはもう戻んないんだろうね、あれ。結構ね、俺はああいう悪大関係はね評価してるんですよ、小沢さんといい。悪いことはやってる可能性は高いけど、やってないとは言えないけど、結構ねそういう裏のあれがあるから強いんですよ。やっぱり人とのつながりだよね。悪くても俺はそれ以上のことやってればいいと思うんですよ、政治家は。田中角栄とかね、悪ですよ、多分悪ですよ。ただそれ以上のことやったじゃない。いくら利益得てもそれ以上のことやってるから、俺はそれはいいと思うんだよ。小沢さんもそうだと思うよ、俺ね、妄想ですけど、悪いことやってもいいんだよ、政治家なんて。それ以上の国民に利益があればね、本人がいくら儲かろうがいいと俺は思う。人殺すとかそういうのはダメだと思う。熱い。それじゃまたよろしくお願いします。